ンターの先から着台だったパーキングエリアまでの区間でタイミング通行になっています。引き続き長野道上り線の情報です。松本インター付近を先頭に2キロほど、また塩尻インターを先頭に2キロほど、また岡谷ジャンクションを先頭に3キロほど、それぞれ渋滞しています。続いて下り線の情報です。岡谷ジャンクションから本職ジャンクションまでの区間では順調に流れています。引き続き順風山道上り線の情報です。佐久美森インターから佐久小森ジャンクションまでの区間では順調に流れています。安全運転についてのお願いです。渋滞最後尾での追突事故が多発しています。特にカーブ付近は渋滞の状況がよく見えず、死亡事故につながる大きな事故が多発する危険な場所です。車間距離を広めにとり、前方をよく見てご走行ください。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。